どうも、タイチです。今日は4月のスタートですね。ということで皆さん、新旧進学おめでとうございます。新年度も頑張っていきましょう。今年度もよろしくお願いします。で、今日ね、ちょうど新年度スタート日なので、改めてなんですけど、もう知ってるよって方もいるかもしれませんけども、私自身だったりとか、このチャンネルの自己紹介をさせてください。で、パートとしては3つに分けていこうと思って、最初が私ハイチの自己紹介で、次がこのチャンネルの紹介で、最後はちょっとお仕事絡みになってしまうんですけども、まあ、ありがたいことに今学校の先生だったり教育委員会の方とか、都道府県とか市町村の方とか、まあ、企業の方もそうなんですけど、連絡をいただくことがすごく多くなっています。なので改めてこう何かアポを取りたいとき、アポイントを取りたいときにはこういう風にしてくださいっていう紹介を最後にさせてもらえればと思いますので、まあ、気になるところだけ、下多分目次分かれているので、気になるところだけでもぜひ見ていってください。では最後までよろしくお願いいたします。それではまず私ハイチの自己紹介させていただきます。で、まず名前は今言った葉っぱの葉に数字の1でハイチという名前です。これ由来はですね、葉は四つ葉の葉から取ってて、1は本名から取ってるんですけど、まあ自分自身だったりとか、まあこの活動を見てくれてるみんなだったりとか、まあ講演会とかでね、こう触れ合ってるみんなに、いいことが起きますようにという願掛けで、ハイチという名前で活動しております。で、生年月日は1985年3月11日生まれで、今39歳です。そして今日から小学校5年生と2年生になる息子が2人おりまして、そのパパでもあります。趣味は音楽を聴いたり、あと料理とかゲームをするのも好きです。私の自己紹介はこの辺までにしようかと思うんですが、もし教師になろうと思ったきっかけとか、 YouTuber になった経緯とか、その辺をちょっと詳しく気になる方がいらっしゃったら、こちらどっちかなの動画、YouTube さんに作ってもらったすごくかっこいい動画がありますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。続いてはこのチャンネルの紹介をしていきます。で、今の私のメインで活動している場所が、今ご覧いただいている YouTube のとある男が授業をしてみたという場所と、Voicy っていうラジオアプリがあるんですが、そちらのとある男が相談に答えてみたという、この2つをメインで活動しています。で、このチャンネルはですね、もともと授業動画をメインでやっていて、小学校3年生から高校生まで。で、基本的には教科書レベルで、教科書を丸々一冊全部授業動画にしていく。つまり、つまずきやすいところだけをピックアップするのではなくて、連番になってます。中学1年生の数学とかだったら80本ぐらいですかね、あるので、それを順番で見ていただけると、教科書丸々一冊学ぶことができるみたいな感じで撮っています。で、その授業動画を今でもご覧いただくこともできますし、今毎週月曜日に動画投稿しているのは子供たちの悩み相談。例えば勉強のやり方とかもそうですし、まあ、人間関係とかもそうなんですけど、そういった悩み相談に答えたりとか、あとはメンタルのこう保ち方というか、こういう落ち込んだ時にはこういうふうに考えていくといいんじゃないかなみたいな、そういった動画をメインで投稿しています。それに加えて、ハイチのダラダラジオっていう動画なんですけど、ラジオコンテンツだったりとか、あとは1年に1回ちょっと歌を歌わせてもらってる、歌ってみたとか、いろんな方と対談させていただいているコラボ動画なんかもありますので、ぜひ気になるものを見ていただけたら嬉しいです。そして、ボイシーのとある男が相談に答えてみたの方は、専用の Google フォームがあります。で、そこに、都道府県名とラジオネームと相談内容を皆さんに送っていただいてますので、その中から毎日1件、土日はお休みなんですけど、平日の毎日1件ずつ朝6時に相談に答えているっていう活動もしていますので、もし気になる方は、ボイシー無料で、ちゃんと登録じゃないや、ダウンロードできますので、よかったらそちらも聞いてみてください。そして最後に、学校の先生や、ま、企業の方向けに、私にもし仕事とか講演会なんかでアポイントを取りたい方向けに話をさせてもらいます。アポイントを取りたいと思った方がいらっしゃったら、まずこちらに連絡をください。で、このアドレスに送っていただいたら、私の多分マネージャーか、もしくは私自身から返信をさせていただきます。あまりにも突拍子のない内容でなければ基本的に返信はさせていただいてますので、もし返信が来なかった場合、おそらく Yahoo の、まあ、Yahoo アドレス使っているので、その関係でこう迷惑ボックスとかにたまに飛んでいっているものがあるんですね。で、気づかないパターンがあるので、まあ、再度送っていただければ返信させてもらうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、今年度39歳の配置も変わらずね頑張っていきますので、ぜひね、まあ、授業動画とか、まあ、こう励ます動画とか、皆さんにとって必要なものはバラバラかもしれませんが、まあ、いろんなもの、子どもたちを支えられるようにいろんな動画撮っていきますので、ぜひ今年もよろしくお願いします。ではまた来週の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。今年もよろしく、今年も今年度もよろしく。